ハロー YouTube、 転職大魔王さんのね、あ、こうピンボケしてる、ピンボケのままいきましょうか。今日はね、転職大魔王さんの動画が更新されたものを見て、またね、同じタイトルでいこうかと思うんですよ。ホリエモンを断った餃子屋と家賃2万3000ってことですね。まあ家賃2万3000は、なんとかパレスって言って話題の不動産屋だそうなんですけども、ここはね、元社員の方とか、で、現役で幹部の方が、私の会社とね、結構関わりがあって、いろいろとね、10年ぐらい前から話を聞くことがあって、まあ、そうか、その、裏話が、顕在化したなということで、割と業界では有名な話なんではないかなと思います。まあ深くは語りませんけどもね、この家賃の問題っていうのはね、藤原紀香さんが CM 出たりとかね、いろいろとイメージは良かったんだけども、どうかなっていうところがいろいろとあります。営業が過剰だったのかなというところもあって、不動産はどっちにしてもね、昔からちょっとね、闇の多い業界なんではないかなという気がしますけども、まあ私はね、賃貸のリスクっていうのはこういうことがあるかなっていうふうに思うんですよ。で、ずっと私は賃貸派だったんですけども、今は持ち家派です。なんでそういう風な思考に至ったかというと、これね、与沢坪さんが言ってたんですけども、賃貸か、持ち家か、ちょっとなんだ、ちょっと失礼します。はい、ここです。はい。電話をかけないでくださいね。私、こうやって動画やライブをやってますんで。本当に困ったもんですね。電話なんてなくなってしまえばいいのにね、ノーテレフォンみたいなね、ホリエモンの話題をしようかと思った時にこれですよ。で、不動産に関しては、家賃は賃貸がいいのか持ち家がいいのかって問題ですけども、これ与沢さんが言ってたんですけども、これはね、一生涯に一つしか家が持てない人の選択だっていうわけなんですよ。で、私もね、それ聞いた時に、あ、確かにそういう発想はなかったなと思いまして、その直後に家を買ったんですよね。で、もちろん私は一括で買ってますんで、この家をね。2800万したんですよね、いろいろ込みで。で、まあ、割といい買い物だったなと思う。部屋数も大きいです、多いですし、まあ、間取りも大きいです。庭も立派だし、駐車場も広いんで、で、まあ、近所のお宅とね、比べてもそんなに遜色ない。近所のお宅もね、結構ね、豪華なんでね。ここら辺はね、結構ね、成功者がブワーッと家並べてるんで、本当にすごいなと思います。まあちなみに私が住んでた前の人っていうのは、この土地で割とね、力のある方だったみたいで、そのうちの一人だったみたいでね、本当に町中に同じような、表札があるみたいな。で、どこも豪邸みたいなね、工場があったりとかね、すごいですね、もう。そういう方の家を使わせてもらって本当にありがとうございますってことですね。で、家賃の話はこの辺にしておきまして、餃子の話にしましょうか。実はね、堀江さんが、いろいろと今回の一件であった餃子屋さんって、私ね、後輩のやってる店で何度も行ってるとこなんですよ。近いですからね。で、その餃子屋さんなんですけども、私はこの話題を出さないようにしようかと思ったんですけど、今回はね、出しますね。その餃子屋さんっていうのは、地域でむちゃくちゃ人気があって、遠方からもね、私も込みで、餃子を持ち帰りで買いに行くぐらい、そして店内で食べるのがね、楽しみなぐらいの店なんですよ。で、以前はちょっとね、外れたところでやってたんですけども、まあ順調に利益も出ていって、すごく人気なんで、まあそこのね、場所を変えて、すごくいいところにドーンとね、新しい形でここ数年で出したんですよ。いや、私もね、感動しましたね。後輩がそんなに頑張ってくれて、いつもね、先輩先輩っていう風に私も呼びかけてもらって、同じ高校のね、先輩後輩なんですけども、1年違いで。で、これはね、ここで言うべきかどうかちょっと迷うんですけども、あるね、病気を持たれてるんですよ。まあ、ちょっとね、特別な病気をね。それで、実は店舗って、いきなり閉まったり、いきなり開いたり、長期間休業したりっていう風に、本当にこの苦しい中やっておられるのと、また娘さんがまだちっちゃくてですね、今回みたいな感染症に対してはものすごくナイーブになってらっしゃるんですよね。まあそういうところもあって、今回みたいなことが起きたのかなと思います。もちろんね、商売やってる人間としてもうちょっと慎重さがあってもいいんじゃないかなってところもありますけども、でもね、まあ、堀江さんの評判をどう取るかっていう問題もあったり、あとこう感染症に対する感情をどう持つかっていうのもみんな違うんですよ。何に恐怖心を抱くか、どのぐらいの恐怖心を抱くか、これみんな違いますから、自分がこう思ってるからあなたもそう思ってるでしょうとか、世の中がこう思ってるからあなたもそう思ってるでしょうっていう理屈は通らないんですよね。だからね、こういうことが起きても私はね、何不思議もないと思ってます。いろんな人がいる中で、日々いろんなトラブルが起きてきてね、そんなことが問題なのみたいなことはもう聞き飽きてるわけなんですよね。まあですから、今回みたいなことがあっても、まあ仕方がないなと思いますし、ただね、地元の人は事情を分かってることばっかりなんで、別に堀江さんに悪意を持つわけでもなく、店の人はなんだこいつはって思うわけでもなくてね、やっぱりこう、両方の事情を組んで、地域は平和だというふうに私は思いますね。ずっとね、お店もね、長い間続いてて、本当にね、
開けれる日があったり、今日は急遽閉まりますみたいなことがあったり、本当にね、頑張ってやってらっしゃるんですよね。うん、それこそね、健康に働けることって財産だなと思うぐらいです。で、地域にすごくね、育てられて、隣近所とかね、地区の方、ものすごくファンが多いわけですよね。で、もちろん私もファンなんですよ。で、堀江さんに対しても私はすごく学ぶところがあって、もう大好きなんですよね。まあ、会った時もね、気さくに握手とかしてくれたことがあって、サインももらっちゃったりとかね。まあ、ミーハー根性ですけども。堀江さん、そういえば誕生日もうすぐですね。10月誕生日ですからね。おめでとうございます。私も11日です。ね。転職大魔王さんと同じ誕生日ということで、本当におめでとうございます。自分もおめでとうございます。で、いろいろとね、お話しましたけども、まあ、いろんな事情があったり、いろんな感情があるんで、あいつが悪いとかこいつが悪いとか自分の基準で測るべきではないなと思うんですよ。だから自分に合わないなと思ったら、感じよくそっと離れればいいのかなと思うんですよね。まあ、そういう意味で言ったら、喧嘩腰に出ていけっていう風な態度を取ることはなかったかなと思いますし、まあ、そういうことがあったからといってね、動画で、まあ、その店を名指しすることもなかったのかなと思うんですけども、皮肉なことにね、堀江さんが通う店っていうのはたくさんあるんですよ。常連になった店って。でもその店って評判になんないんですよ。でも堀江さんが断った店、今みたいな店っていうのはもうめちゃくちゃ評判になってますね。いろんな意味でね、うん、どんな店なんだろう、どんな人なんだろうってことでね、店主の方とかはめちゃくちゃ感じがいいです。もう店中パラダイスです。だから今回たまたまどんなね、仏みたいな人でもちょっとだけ掛け違いってあるんですよ。その掛け違いが今回は有名人に対して起きたかなっていうだけでね、うん、普段はどんな方でも温かく迎え入れてくれてね、プラス今回のことがあったんで、さらにね、この方は学んでね、でもっといいサービスを提供しないと、うん、でいきなり、ああいう態度を取ってもどうかなっていうふうに考えてくれたと思うんですよ。ただね、やっぱりこれ私は堀江さんの主張は動画で見ましたけども、その店主のお店側の主張っていうのはその言い分っていうのは聞いてませんので、もしかしたらそこら辺にね、齟齬があるかもしれないっていうことを付け加えておきます。まあ、どっちにしてもね、みんな平和で楽しく暮らせればいいなっていう気持ちは、私はね、深く持っておりますので、電話をかけてきた方のおかげでね、話は中断したんですけども、別にそんなこと気にしないでございますね。世の中ではね、電話がかける人もいれば、電話が嫌な人もいる。もうそれがね、混ぜこぜで働いてますから、いろんな人がいて、いろんなハーモニーを奏でて、一つのオーケストラみたいに素晴らしい曲がね、奏でられるこの世の中かなと思います。中には不協和音もありますけどもね、それも込みで楽しんでいきましょう。いってらっしゃい。